にちは、おしりみおです。フラックです。今回もセミニングレバブル2020やっていこうと思うんですが、今週木曜日ということで、アイコニックガチャ、そしてラストの週間ユーロガチャですね。2つ来ております。ちょっとね、ユーロ渋いなと。ユーロをね、大好きで見てたとか、そういった選手使ってみたいっていう人は、もちろん引いてもいいガチャだと思うんですけど、ウィニングイレブン的に、なんかその純粋的にマイクラブの戦力強化っていう意味だと、そこまで美味しいガチャではないかなと。純粋になんかウィーレで戦力強化目指してますっていう人だったら、この後のガチャ。そうだね。にあのマイクラブコインっていうのは貯めといてもらっていいのかなと、はい、ケインとかもねもう結構いろいろ来てるんですけど過去 2,3 番目ぐらいの強さのなるほど、ケインになってるということでマグワイアさん瞬発がもうちょいあればねいいんですけどでボヌーですねワンパついてるんですよねなるほど ボヌーチってはいはいはい、うん、だそこは俺結構好きなんですけどまあ能力的には、うん、過去と一緒ぐらいっていうところでまあ突き抜けて強いわけではないという感じでねまあただ好きそして、ラポルトラポルトね背でかいセンターバックということでね、はい、持ってても問題はないけど持ってなくても問題はないというベラッティですねベラッティはね現実いい選手なんだけどねウィレだとこのオフェンス決定力がねあまりにも65-63はね低すぎるなプレミアグラドライカールとかねウィーレ的にはかなり出張ってるんでそしてドンちゃんですねドンちゃんはねあの持ってない人は本当に、はい、あの狙いで当ててもいいんですけど、まあ、でも過去にめっちゃ来てるんで持ってる人も、まあ、持ってる人は結構多いのかなといった感じでも一応カンストします、はい、キエドですね能力的には結構まとまってる、はい、そしてジョルジーニョですね、はい、持ってるスキルとか結構やっぱしっかりそうだ、ね、ワンパスルパとかは持ってるとでルークショー、左サイドバックあともうちょっと強くなると最高だな、うん、でもスルーパス持ってるんで、まあ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 、サイドバックでスルーパス持ってるっていうのは結構いいとこかなって感じですねホイビアこれあんま来てないよねそして今回の若手枠ですねダムズ号もうちょい上がってくれればいいかなっていう感じの選手だから先週もお布施ガチャって言いましたけど今週もだからもうそうだからもうファンがあのだからユーロで、ね、見てね、まあ、使いたいって思う人が引くっていう感じ能力とかをね、うん、あんまり言わないと文句来ちゃうからね言いましたけどちゃんとまあでも普通に考えたらちょっと微妙かなって感じだねもうちょっと強くしていいんじゃないかなと思うね、うん、だからユーロのガチャ一貫して結局なんか渋めだったけど渋かったねずっと来てはいたけどねまあこれだったら本当にだから横に来てるねあのイングランドリーグとかの方がまだあくまでウィレ的だよ普通によくサッカーとあのこの体って来る人いるんだけどあくまでウィレ的に見たらって話だからね、うん、これはそこはねちょっと分けて考えてほしいんですけどダブっていくとまあどんなルンバだねだから本当に当たりなのはそうだね、どんなルンマは全然いいと思いますただ持ってる人も多分多いと思うん で、それかボヌーねまあボヌーね俺はまあボヌーだから俺だからそういうことになるだからほんと好きっていう選手、まあ、そうナイスナイスどんなルンマめちゃめちゃ持ってるからで一応ですね日本の方からあの中村健吾が来てるということでこのね中村健吾の方が実は面白いスキルがもうとにかく優秀でダブルタッチ確定出せミドルライジングワンパワンシュースルーパスというねみんな大好きスキル大集合これね多分ね中盤の中でね最も強いスキル構成だと思 うボックスとボックス持ってる選手でこれだけスキルが揃ってる選手ってなかなか見ない健吾ってね確か育てると決定力が90までいくんですよねそうでオフェンスエースが87で結構まとまりマジでいいんですけどスピード瞬発フィジカルコンタクトがまあちょっと弱いんで、まあ、ここどう取るかっていった感じなんですただ中盤の選手でボックスボックスなんで結構ダブルタッチとかも持ってるんでねそんなになんかドリブルとかも長距離するわけの選手じゃないんで、ね、結構ね簡単に叩いてワンタッチとか、ね、いやだからこの選手はちょっと使ってみたいなとじゃあ交代して引いていきましょうかさあということで引いてきますはい、まあ、2周ちょっと連続ねお布施ガチャみたいな感じになっちゃってるんだけど、はい、誰が来るかボヌー来てほしいだろ、こうなったらボヌーチね、結構ファンですからねボヌーの…あ、違うはいはいはいこれは…ホイビアホイビア結構でも、あの登場回数少ないからねもうちょっと欲しい、やっぱ全体的にそうだねうんちょっとこれはステイですよステイうんおちょっと待って、これアズーリ期待に応えてそっちかいジョルジーニョジョルジーニョですねなるほどねうんさあラスト頼むボヌー全然違うこれかぶれちゃうかこれかぶれちゃうかまあまあかぶってもかぶんなくてもみたいなところはあるよ逆にねまあ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 、まあ、逆にスリービンゴせいやということでまあまあまあ、まあ、一回ケンゴ引いておきますあケンゴね来ちゃったりして
まあ、これは剣豪ね、あのピンクの確定くれば 100% 剣豪なんで、うん、ちょっと使ってみたい感じはする。あのね、CMF で結構決定力90超えてる選手とかも、しかもボックスでボックスで90超えてて、まあまあ、ね、俺ね、ネドベドと一緒に使いたいのよ。そうだね、まあちょっとね、サイズとフィジカルとね、スピード、いや、だからね、俺ね、スキルが強いのか、ステータスが強いのかを、この選手で分かると思う、ウィーレで。まあ、剣豪さ、でも OMM で使っても全然やれる能力値してるよね。うん、まあちょっとスピード瞬発は足りないのかもしれないけどさ。ダブルタッチミドルライジングワンパワンシュするパスすごいぞ。だからスキルがさ、アプリはさ、すごい重要じゃん。そう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 、それ超えてくんじゃないのとは思ってんだよ、ね。まあそれはあるね、剣豪ね。ナイフアゲール、危ねえなこの名前。そう、なんかスピード瞬発とかがなかったとしても、え、こいつ意外とやれるじゃんみたいな。まあ、アプリの場合はね、そこまで能力値よりもやっぱスキルだからね。そう、絶対的に。だからホルランとかが使われるんだよね、理由としては。能力値単体ってラッシュなんだもん、絶対使われるのは。ただアプリはやっぱりもうほんとスキルが大事だから、構成が。だって重すぎてさ、スピードを感じたことないじゃん、別にそこまで。だからなんかできないことを補うの、うん、要はさ、アプリこいつ本当に動きがちげえなっていうの、本当に3、4人ぐらいだよ。あー、来た来た。あ、ちょ、なんで早送りすんのよ。すんごい、やっちゃった。見たかったのに、ゲームの登場ちょっと見たかったな。いや、見たかったよ、普通に。びっくりしちゃったよ、今、俺も。川崎日本も来た、剣豪見たかったよ。びっくりしちゃった、今。早っ。トン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 って。トン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 、ヒロノリトンって。なんやこれ。やっちゃったよ。いや、嬉しい。デビューしてみようか、最後ね。せっかくだから。いやー、中村、え、俺、川崎にしようかな、ベースチーム。グランダーパスとかも高いしさ。でも、スピード瞬発がね。いや、でも、俺、78はいけると思うよ。てか、バフかける80か。まあ、そうだね。フィジカルコンタクトと、ボディコンが90ぐらいあればね、かなり良かったのが、82なんだよね。結構多分背負いはしないだろうから、やっぱり剣豪のやっぱり、まああのね、あのもう鳥みたいな感じで、もう見渡す感じでね、ワンパでパン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 叩いて、でゴール前来てもうシュート打ってほしいよね、やっぱ右で。いやー、素晴らしい。ミドル打ってほしいね。今週は中村剣豪ですね。そうだね。